さあですよ、続いてのコーナーいきますよ。続いてのコーナーはこちらです。手術でジャンプ、二人で縄跳びチャレンジ。そう、早速さっきの距離ぐらいになるんじゃないですか。確かに近い距離。そうですね、そうですね、距離近いですね、これ。さあ、キズナの二人と手術は運動感覚も一致してるんじゃないかということで、まあ一本の、まあ、チームの大体ルール分かりますもんね、はい、縄跳びで、はい、あのお入んなさいみたいな感じでチームごとに飛んでいただいて、30秒間飛び続けたチームが1ポイント。30秒です。回数じゃなくて飛び続けた人がってことですか。そうで、皆さん前30秒ずつ、はい、30秒ですね、飛び続けたチームが1ポイントということ。それ1回でも突っかえたらもうその時点でもう終了です。あ、ダメなんですね。はい、まあ、久しぶりに縄跳びやる方もほとんどだと思うんで、一度練習は時間は差し上げますので。なるほど、練習時間があるんですか。一瞬だけ、一瞬というかその一度だけです。一度だけ、一度だけ練習していただいて。すみません、うち3人なんですよね。はい、3人は2人選んでください、そちらのチームで。え、3人でやらないとダメだよ。いやいや、3人だよ。ずっと3人だったじゃん。なあ、どうします、達也さん。いや、うちのサブクラスだから。おいですよ、まあ、ですよね。 あそこだけ特例が認められすぎなんだよね、昼から。さあ、じゃあお互いちょっとまずね、5チームでやるとややこしいんで、本番は3チーム、2チームでやっていただいて、 2段階に分けてやりますので、はい、そうないと縄ごっちゃになって当たったりとか見てる側もややこしいんでね。まずじゃあお互いチーム、あの縄跳びを持って軽く練習してください。練習していいんですね。はい、15秒ですね、練習も15、30秒、はい、マイクは片方が、飛んでる側が持っていただいたら助かります。はい、ちょっと難しいかも分かりませんが、飛んでる側が持つ。さあ、俺は50センチ守るから。この距離は動かない。よろしいですか。この距離は、あ、1回ポン。あ、さあ練習タイム。おおおおお、あれあれでやんねえの。練習終了。待って待って、村瀬くんが女子なんだけど、すっごい可愛かったんだけど。待って、ちょっと飛んでもらっていい。女子じゃない、違う。でも出ました、ちょっと飛んでもらっていい。冬の間に続き、いや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 、ツーステップ1回バウンドすんの。可愛いなお前は。みんなの方が可愛いぞ。出ました、どうなってるの本当に。よし、ツンツンしないで。さあ、商売道具ツンツンしないで。それでは初め2組前に出て飛んでください。で、皆さん残りのチームはちょっとあの上手側に寄っていただいて見ていただければと思います。はい、まず最初の2組はですね、強欲チームと平田チーム、よろしいでしょうか。トーナメント戦みたいだな。よろしいですか。負けないぞ。30秒ですから。さあ、2人の距離が近づいてまいりました。うわ、ここからは両人ともに飛んでいただきましょう。一回でも引っかかったらダメですからね。最悪チューしてもいいですから。最悪ね。最悪チューは OK です。それが最悪かどうか、何人の感想だよね。そうだね。はい、じゃあスタートの音が鳴るんで、そのスタートが鳴り始めたら飛び始めてください。それで準備の方よろしいですか。はい、じゃあ音よろしくお願いします。おお、すごいすごい。続いて、あ、終了。タイダチーム終了。おお、すごいすごい。強欲すごい。お、いい感じですよ。いい感じ。おお、すごいすごい。もうちょっとです。もうちょっとです。30秒。30秒、もうちょっとです。おお。おお。おお、すごい。すごい。もうちょっと。まだ30秒まだ？もうちょっとです。もうちょっと？意外と長いですよ、30秒。あと何秒だ。危ない危ない。すごい、成功。すごいすごい、強欲チーム1ポイント。すげー。いや、お見事。すごい、いや、すごいですけど、すごい、2チームともすごかったですね。いやいやいや、ちゃいますよ。いやすぐ終わってます。何回やりました。もうリハーサル通りでしたね。いや、あの寺島君が僕にニーキックをかましてくる。最終的に膝入っちゃったのね。絶対こうやって前に来るんですよ。つま先で飛ぶから前に行くんだよ。ってすごい楽しかったんで OK です。はい、こちらからは以上です。強欲チーム見事1ポイント。すごいすごいな、マジで本当に素晴らしい。いやすごい、よくやった。さあ残りの3チーム前、ああ
なるほど。さあ、頑張るぞ。これを受けてですからね。さあ、やったりましょう。かなりちょっとハードルも上がってるかもしれませんけど。はい、はい、皆さん近くない？そこ近くない？キスしてもいいんですよ。辰井さんが解説の人になってさっき下野さんがキスしてもいいって言ってました。今ここで言うことではない。さっき小さい声でキスしたいって言ってました。おい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 言ってましたか、そんなこと。ほら、変わるだろ、それは。キスしたいはダメだろう。さあ、頑張れ。距離大丈夫ですか？ぶつからないように。大丈夫ですか？距離大丈夫ですか？色欲チーム、距離大丈夫ですか？大丈夫ですか？後ろ、後ろ、いや、その距離。もうやだ、俺ちょっとやだよ。うまく止めたら、うまく止めたらってキスしようとしてるんだけど。なんで甘よくば狙ってんすか？ちょっと。なんでうまく止めたらって。え？うまく飛べたらサービスにってことです。サービスだ。サービスとりあえずもやりましょう。ご褒美。さあ、後ろの距離気をつけながら。大丈夫ですか、真ん中。あ、ちょっとこれ危ないね。もうちょっと。はい、もうちょっと。後ろ気をつけて。はい。よし。よろしいですね。頑張れ。さあ。いきます。じゃあ、二人で縄跳びチャレンジスタート。ゼロ。早っ。いいですよ。下野さん顔上げて。下野さん、いいですよ。色欲いいですよ。ごめん、ほんとごめん。いいですよ。頑張ってください。あ、頑張って。すげえ、うまい。お、いいですよ。あ、近い近い。おうおう。あ、くついちゃう、くついちゃう。スマホ、あれ、しゃべしゃべしゃべ。おー、すげえ。お前何やってんの。お、両兵何やってんの。何やってんの。デバガメがいる。しゃべ撮ってます。シャメ撮ってます。下野、さあ、ほっぺだったらいいぞ。どういうことやる。DVD に残るっつってたろ。あと、まだ決勝が残ってる。決勝が、そうそうそう、決勝ないです、ないです。色欲すぎでしょ、この人。決勝ないです、色欲チーム1ポイント。すごいすごい。いやさあ、ゼロ、ゼロの人たちがいたんですけど。いや、一回も飛んでた。ゼロ、ゼロ。時間あればね、もう一回チャレンジしたいんですが、うん、そうもいかないということで。ね、すごかった。はい。縄跳びを皆さん、はい、スタッフの方もお渡しください。ということで、二人で縄跳びチャレンジでした。ありがとうございました。ありがとうございました。